こんにちは、うさこです。ちょっとですね、緊急で動画を回しています。この度ですね、ブルーロック沼りました。いや、本当はですね、どうにか沼まではいかないようにしようと思っていました。1週間ぐらい葛藤してたんですけど、ダメでした。というのも、私そんなにもともとすぐ推しができたり、作品にハマったりするタイプのオタクではなかったんですよ。で、私は去年、ときめも GS4 の氷室いのりくんという推しが2次元だと15年ぶりにできまして、それも初めてできたテニプリの白石くん以来2人目の推しだったんですよ。それぐらいのペース感で思ってたんですけど、まあちょっと何かの拍子に魔が差してブルーロックのアニメを見て推しができてしまいました。ああまた推しがこんなに早いペースでできることにびっくりしていますし、私サッカーそんなに好きじゃないんですよ。ブルーロックってね、サッカーのアニメなんですけど、そんなにサッカー好きじゃないはずなのにハマるっていう、すごい、なんか分からされた感がすごいな。そう、渋っていた理由の一つとしては、ブルーロック今すごいね、人気だと思うので、いろんなイベントもあるし、いろんなグッズも出てるしで、やっぱちょっと追うの大変そうだなっていうのを正直思ってました。今一番推してるときめも GS4 はそんなに頻繁にっていうか、ほとんどイベントがないし、グッズもほんと数ヶ月に1回ペースなので、本当にゆるく追えてたんですよね。イベントとかちょっとどこまで追えるかなっていう部分はあるんですけど、まあでも正直ハマってしまったものはハマってってもう思うしかないので、一応ねご報告をさせていただきます。今のところブルーロックはアニメ最新話まで見ています。原作はまだ読んでいません。原作はちょっと紙で買うか電子書籍にするか迷っているっていうのと、アニメがやっぱめちゃくちゃ面白いので、まあ、原作もね絶対面白いと思うんですけど、そのやっぱ毎週見るアニメの新鮮さ楽しさっていうのを持っておきたいなって思うので、コンクールが終わるまで、24話が終わるまではひとまずアニメで追おうかなと思っています。で、原作買っちゃったら多分もう一気に読み進めちゃって、もうすぐ追いついちゃうので、もうちょっとこうじわじわゆっくりね楽しみたいなと思っています。まあ、正直アニメの段階だけで推しって言っていいものなのか、私は結構アニメ見て原作読んで、まあ、全部網羅した上で推しだよっていうイメージだったんで、そんな早い段階でいいのかって思うんですけど、もうダメでした。エゴイストだったのかもしれないです。で、私がハマった推し、なんとなく察してる方もいるのではないかなと思うんですけど、早速ですね、その推しのグッズを今日買い漁ってきました。まずアニメートに行きました。アニメート、私が行った今日のタイミングでは、多分これからフェアがあるみたいなので、ブルーロック正直グッズがもうほとんどない状態でしたね。やっぱ人気なんだなって思いました。その中でまあ唯一あったグッズをね買ってきました。こちらです。はい、ちぎりひょうまくんです。まあ正直第一印象からもう決めてました。で、やっぱアニメを見進めてもちぎりくんだなってなったので、ここで押すことにさせていただきます。いや、まずね、待って、結構もともと挑発キャラも割と好き、中性的、まあお嬢って言われてるから、ね、中性的な子も好きだったりします。もう言い訳から始まってますね、完全に。最初なかなか素直になれない子っていうところで、やっぱりちょっと惹かれてしまいましたね。いや、ほんとまさかブルーロックハマると思わなかった。もう本当にたまたまネトフリで、まあ人気だって聞くし見てみようかなって軽い気持ちでね、
見始めたらもうめちゃくちゃ面白くって本当に、いやーまさかね、うわ見てかわいい、ちっちゃくてかわいいですね。まだこの時のねちぎりくんはね本当にまだ心開いてない閉ざしてる状態なんですけど、こんな感じで2つキーチェーンでつなげられるみたいです。これが私の初ちぎりくんグッズになりました。アニメイトで買ったものがもう一つありまして、こちらですね、なんか入浴剤とアクスタのセットっていう結構異色な、もう私は初めて見たんですけどこうやって見たので開封していきます。これ全4種で4人のうちの誰かが入っています。誰だろうな、あ、はい、こちらがこれに入ってる入浴剤です。じゃあ行きます。あ、バチラくんだ、あ、かわいい、まあ、こちらバチラくんが入ってました。めっちゃかわいい。最初バチラくん推しになるかなって思って見てたんですけど、やっぱなんかいい子すぎた私には。あとはアニメートではガチャガチャですね、缶バッジをちょっと3回回してみました。まさかのね2回連続イサギくんが出て、そしてバローくんでした。その後ソフマップかなに行きまして、グッズあったんですけど、やっぱもうだいぶ売り切れてて、残っていたものからちょっと購入してみました。こちらですね、ちぎりくんのアクキーと、こちらちぎりくんと国神くんのステッカーです。ちぎりくんグッズ狙いでね買いに行ってるんですけど、結構なんか他の子もこう見ると集まってきてますね。こんな感じで買ってきました。かわいい。ポフマップで1650円以上買ったら、ついてくるランダムのポストカードはレオくんでした。レオくんもかわいいんですよね。私性格はすごい、自分で言うのはあれですけど、レオくん似ててあ、レオくんいいな、好きだなって思います。で、まだ買ってんのかよって感じなんですけど、その後ですね、いわゆる中古のねグッズショップも漁ってきました。で、もうある限りちぎりくんをお迎えしてきました。といっても本当にねまだ全然グッズ少なかったので、まあ、ブックオフでこちら2個のね缶バッジをお迎えしてきました。かわいい顔がいい。原作絵とアニメかな、ボケってしてる時の顔いいですよね。めっちゃ値段めっちゃ値段見えるけど。続いて羅針盤で購入したのがアクキーです。制服かわいい、学ランなんですよねちぎりくん。で、最後に駿河屋で購入したものですね、こちらです。めっちゃ値段が出てるんですけど、サンリオコラボのちぎりくんです。サンリオコラボね、あったのを本当に最近知って、もう本当受注の締め切りの直後に知ったっていう感じだったので、ちょっと何も変えずお迎えできてよかったですえ、これ何、どうやって使うの、置くだけ、あー、なるほど、置く感じで使うらしいですね。なんかわいい。ちょっとねピューロランドに行きたいなと思っているので、こちらもね持ってって推し活しようと思います。最後にお迎えしたのはこちらふわコロリンのちぎりくんです。かわいい。なんかね別の縫いもあったんですけど、こっちのが個人的に好みだったのと、なんかちぎりくんっぽさがあるなって思ったのでこちらにしました。まあ、縫いはやっぱね推し活あるとすごい助かるので、まあ、あとアクスタがあるとね本当にいいなと思うんで、アクスタはなんかこれから発売のやつをね予約して購入しようと思います。でもひとまず縫いとか缶バッジとかアクキーとかなんか可愛いのをお迎えできたので良かったです。ブルーロックに沼りましたというご報告、そしてグッズの購入品でした。もうこれからはもしかしたらね、このブルーロックのグッズの購入品とかイベントの Vlog とかも投稿があるかもしれないです。ちぎりくんもこれからもねいろいろ活躍していくと思うので、勝ち残れるように応援していきます。ブルーロック見てらっしゃる方とか先輩おたくさんいらっしゃいますでしょうか。ぜひいろいろ教えていただけたら嬉しいです。今んとこは原作を紙で買うか電子書籍で買うかで迷ってますファンブックもね欲しいなっていうのとか、なんかイベントもね
調べたらもうコラボカフェとかブルーロック店とかなんかいろいろありそうで、でもまだ全然追い切れてないんですよね、そっちの方を。なのでちょっとずつ勉強させてもらおうと思います。このチャンネルでは大人オタクの QOL 爆上げを応援しています。推し活 Vlog や購入品紹介など動画を投稿していますので、ぜひ他の動画もお楽しみいただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。